スーパーマリオブラザーズ2、裏技、大魔王クッパを消す。スーパーマリオブラザーズ2のアナザーワールド最終ステージ、D の4、大魔王クッパに囚われたピーチ姫を救出して、真のエンディングを見よう。でも、大魔王クッパに会わずにピーチ姫を救出する方法があるんです。やってみましょう。やり方は簡単。ここにいる3体の空中月相を、普段大魔王クッパがいる釣り橋まで連れていくんです。月相たちと一緒に進みましょう。お散歩感覚で、ちょっと楽しいですね。月相にぶつかって、ちびルイージに戻ってしまいました。マリオじゃなくて、ルイージだったんですね。まあ、それは裏技とは関係ありません。進みましょう。さあ、いよいよ大魔王クッパが待ち構える釣り橋まで来ました。でも、ここにいるはずの大魔王クッパが見当たりません。どうしたんでしょうか？そう、裏技で大魔王クッパを消したんです。では、この裏技の仕組みを解説しますね。ファミコン版では表示できるキャラクター数に制限があって、制限を超えた場合、それ以降のキャラクターが出てこなくなります。この制限は大魔王クッパも例外ではなく、キャラクター数の制限を超えている場合、たとえ大魔王といえども出現できなくなってしまうんです。驚きですよね。ということで、ラスボスと戦わずしてピーチ姫を救出することができました。そして王国が救われて、平和がもたらされました。私たちのただ一人のヒーロー、ルイージ、これで長い友情の旅は幕を閉じました。よかったね、ルイージさん。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。コメントもよろしくだぜ。